オッケー。はい、じゃあ予選結果の方を発表いたします。コールした MC が各予選結果発表させていただきます。さあ、まず 3A、の予選結果、通過人数は3人です。第1位最終得点 91.5 ポイント安本匠選手。第2位最終得点 55.2 ポイント森岡孝雄選手。そして第3位最終得点 48.5 ポイント加藤雅也選手。以上3名、決勝進出になります。さあ続きまして 5A 予選結果、通過人数は5名です。第1位最終得点88ポイント上前直樹選手。第2位最終得点 68.7 ポイント宮川一馬選手。第3位最終得点 68.1 ポイント山口優斗選手。第4位最終得点 56.9 ポイント加納美奈美選手。そして最終通過者になります。第5位最終得点53ポイント音辻誠也選手。以上5名おめでとうございます。それでは続きまして 1A 部門決勝進出者の発表に参りたいと思います。 1A 部門決勝進出者は8名となります。それでは、第1位から発表していきたいと思います。ワイド部門予選第1位最終得点 92.4 ポイント小木亮太選手。続きまして第2位最終得点 89.9 ポイント小松亮太選手。続きまして第3位最終得点は 87.9 ポイント寺田雅宏選手。続きまして第4位最終得点 85.4 ポイント石川博樹選手。続きまして第5位最終得点 83.2 ポイント第5位野田健人選手。続きまして第6位最終得点79.3 ポイント第6位三浦金次選手。続きまして第7位最終得点 77.7 ポイント難波司選手。そして最後の1名となります。第8位最終得点 77.5 ポイント宮崎徹選手。以上8名となります。続きまして 2A 部門の決勝進出者発表となります。 2A 部門、5名予選の方を通過しております。まず第1位最終得点 85.4 ポイント上田幸一郎選手。そして第2位最終得点84ポイント藤原大和選手。続きまして第3位83.5 ポイント木澤美優選手。第4位79.7 ポイント山下雄朗選手。そして第5位最後の選手最終得点 78.7 ポイント江端清雄選手。以上5名となります。続きまして最後に 4A 部門の予選通過者を発表させていただきます。第1位最終得点
92.5 ポイント、高田翼選手。第2位、最終得点 89.2 ポイント、安本拓実選手。第3位、最終得点 79.7 ポイント、勝俣太陽選手。第4位、最終得点 77.6 ポイント、本山蓮人選手。次は最後の通過者になります。第5位、最終得点 64.2 ポイント、中村薫選手。以上5名になります。これで予選、結果を発表いたしました。この後、規定ベーシックですねの方に移りますので、5分後、何分でしょうか今、ごめんなさい、時間が見えてます。25分から、25分から規定ベーシック部門を開催いたします。出場者の方は選手体系連邦にお願いいたします。以上、よろしくお願いいたします。